して。はじめまして。お名前よろしくお願いします。菅風花です。今回の主役は菅風花プロ。高校生にして昨年のプロテストに一発で合格した新星。ピンをデッドに狙う強気のショットで9月に行われた試合で自己ベストを叩き出し、初の単独首位発進を決め注目を集めた。お願いいたします。菅さんの笑顔がバッチリ。結構見られる立場になってからはちゃんとしないといけないっていう意識は高まりました。朗らかでゴルフにまっすぐな彼女、プロとして歩み出した日々を追った。一つの季節が終わり、菅風花は新たな風を巻き起こす。日照学園高校の朝は号令で始まる。中高一貫の日照学園は全国屈指のゴルフ強豪校として知られている。ゴルフ部は2007年に創部。柏原明日香プロをはじめとする名だたるプロゴルファーを輩出してきた。ゴルフ部とかも特に絶対スカートとかももう膝上は絶対ダメだし、もうはい、絶対厳しかったです。結構苦にはならなかったですか？なんかそうですね、それをしてる暇があったらなゴルフに費やしなさいっていう風に教えてもらったので、もう本当その通りで何も全然。そんな由緒正しいゴルフ部でキャプテンを務めてきたのが菅だ。仲間と日々切磋琢磨をし、2年生の時全国高等学校ゴルフ選手権でチームを創部以来初となる優勝に導いた。さらに翌年も優勝を飾り連覇の偉業を成し遂げた。はい、菅さんってどんな子ですか？菅さんはその日常生活とかは結構なんすかね、結構笑って、本当ゴルフの時と全然違う。ゴルフの時は本当メリハリあってもう人が変わるというか、すごいです。試合とかはなんか全然学校生活のイメージと変わって集中してて切り替えが上手だなと思います。気持ちをうまく切り替えられる、その訳とは。すごい良かったです。このスポーンは同じスポーツ選手としての試合に挑む前の気持ちとかが書いてあるやつで、それを試合でも思ってやったら良かったので、こういう本がすごい好きで、大谷翔平さんとかの本も好きなんですけど。ゴルフを始めたのは7歳の頃、同年代の仲間と競い合うのが楽しかったとか。これはめっちゃ懐かしくて、高校に入学した時の日記にはこのように綴っていた。私の将来の夢は女子プロゴルファーになることです。高校3年生ではプロゴルファーになります。そして昨年の11月、超難関のプロテストを5位タイで通過。
高校最後の日、夢を叶えた菅は学校から大役を任された。それは何ですか？それは今日前に出て感謝の言葉を皆さんの前で読みます。生徒代表なんですか？そうですね、卒業生代表で読みます。すごい。緊張？緊張してますね。結構してます。439名の卒業生を代表して両親に送る感謝の言葉を書き上げた。卒業生の代表が感謝の言葉を述べます。菅風花さん。私たちがこうして無事に卒業の日を迎えることができたのは、お父さん、お母さんがいてくれたおかげです。そして私は先日、小さい頃からの夢であったプロゴルファーになることができました。毎日の練習の時、試合の時、朝がどんなに早くても、どんなに遠いところでも、私のために車を出して送迎してくれましたね。これからもっと厳しい世界に入っていきますが、これまで以上に努力をして、将来は必ず私がお父さん、お母さんを幸せにします。ありがとうございました。ありがとうございました。共に戦ってきた仲間たちと別れ、菅はプロの道へ。みんながいて、その刺激もいっぱいもらったし、誰かが頑張ってるとちょっとなんか焦った気持ちもあったんですけど、分からないことは聞き合ったりとか、本当に部活はずっと楽しく回れたので、はい、本当に人間性が良くないとゴルフにもつながるんだなっていうのも思ったし、もう礼儀とか挨拶とか本当にたくさん学ばせてもらいました。卒業式が終わり、プロとしての生活が始まった。およそ700メートル先、目的地周辺。今日はこれから どちらに？日産サティオさんの本店に行って挨拶に行ってきます。何の挨拶ですか？スポンサーの挨拶です。すごいですね。ありがとうございます。車乗れるんですか？乗れません、まだ。撮ってますね、今。撮ってます？はい、今は仮面は撮りました。本面はまだ受けてないです。なんか乗ってみたい車とかあるんですか？乗ってみたい車はファミリー、そのでっかい車乗ってみたいです。ファミリーの用の車。着きました。はい。プロにとってスポンサーへの挨拶も大切な仕事。すごい。ありがとうございます。こんにちは。今日はありがとうございます。一応こんなもの。すごいです。ありがとうございます。おー、すごい、かっこいい。すごい。すごいでも、あと乗るな、こっち。そうですね。広い。寝転がっていける。そうですね、寝れそう。
まあね、今の車はやっぱりだいぶ、ね、変わってるし、はい、そうですね、さっきも言ったけどこの辺で操作をすると、あ、もう手も足も手放しで高速道路を走っていますんで、はい、うんうん、じゃあ今度はそのポーズで向かい合いましょう。お顔を見てから。はい、ありがとうございます。はい。いいですね。表情バッチリです。もう一枚いきます。そのままお願いいたします。写真 OK です。はい、まずはじめに今日は、私のためにこのような素晴らしい、まずは歓迎をしてくれて本当にありがとうございます。プロになって初めてのスポンサーの契約なんですけど、すごい緊張してるのと、あの嬉しさがいっぱいあるんですけど、あのしっかり自分のプレーができるように、皆さんにいい報告ができるように頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。すいません、じゃあまたよろしくお願いします。お願いします。再び菅を訪ねたのはスポンサー契約から約1ヶ月後。その間プロとして2試合を戦い抜いた。しかしその結果は真逆。彼女の今の心境をどうしても聞いてみたかった。お願いします。あれ、運転できるんですか？運転は今日取りました。今日？はい。今日免許？今日免許取りました。この間は、お話聞いた時はまだまだだ。そうですね。行きます。最初のプロのデビュー戦は、あの九州の鹿児島の高牧でやってて、あの本当に久しぶりの試合だったんで、すごい緊張しましたし、本当にまずは予選通過を目指してたので、あの通過できたことが本当に嬉しかったです。はい、デビュー戦は通算5アンダー、7位タイと最高の滑り出しを見せた。その翌週に出場したのが地元開催のアクサレディス。回るのは慣れ親しんできたコースだが、いつもその UMK さんは部活でたくさん回らせていただいてたので、本当に全部コースも知ってたんですけど、やっぱりいつも回るコースじゃないみたいで、すごい仕上がってたので、特にグリーンとかはやっぱそうですね、景色とかもあのティーイングエリアが違ったりしてたので、全然違うコースみたいでした。結果は予選落ち。味わったことのない緊張感に襲われ、思うようにパターが入らない。やっぱりそうですね、ああいうレギュラーツアーで、そしてプロとしてってなると、やっぱり緊張しちゃって、うまく手が動かなかったっていう。で、少しでも頭の中で揺らぐと、もう入らない。このぐらいのパットでも外したら、もう全然あの賞金があれ違うので、そこがやっぱり今までとは違うかなって、やっぱりパターの大事さが本当に分かった1週間でした。試合で積んだ経験は糧になる。切り替えこそが彼女の本当の武器。お、ね、ナイスです。ありがとうございます。なんかギア変えたこととかってあるんですか？そうですね、ちょっとタイミングをあの変えました。まあ、試合の時多分緊張してて、なんていうんですかね、逆に気にしすぎて遅くなってたので、タイミングが、だからちょっと気持ち早めに今はしてみたので、それがいいのかなと思います。
プロテスト合格後の QT では過小申告で失格するも、出場した試合で結果を残し2ランキングを突破。中盤戦以降の出場権も獲得し、トップ10に4回も入るなど、ルーキーとは思えない活躍を見せた。ツアーでは初めてプロのキャディを雇い、新たな気づきもあったという。その時に見ることとかを教えていただいて、はい、こう空の雲の動きとかを、はい、見るようになりました。なんかやっぱりここの地面の芝をこうやってる感じだと、ここの風しかあれしてなくて、たまに見るぐらいだったので、本当に頻繁にはあんまり見てなかったですね。雲を見つめて風を読む19歳の菅風花は、ずっと先を見据えていた。最後に聞いてみた、菅プロにとってゴルフ人生の18番とは。私は海外メジャーで優勝することです。30歳以内にしっかり賞金ランキング1位を目指して、そこから行きたいなと思います。まずは1勝を挙げることと、レギュラーツアーに戦ってシードを取りたいなと思います。仲間と一緒に積み重ねてきたものがある。どこまでもまっすぐな菅風花を心の底から応援したくなった。活躍楽しみにしてます。ありがとうございました。どうも、失礼します。失礼します。これしてみたく一回目しました。